おはようございます。宗像です。今日は読者さんからの質問に動画で答えてみたいと思います。質問内容は日本とアメリカの時差についてです。 What time difference between Japan and America という文をいただいたんですけれども、惜しいです。2点だけ修正しましょう。まず1点目ですけれども、英語では時差のことを The time difference と言います。こちらをまず覚えてください。 The time difference です。もう1点目、北アメリカのことを North America、 南アメリカのことを South America と言ったりしますので、 America と聞くとアメリカ人をはじめ多くの人が大陸のことを想像してしまいがちです。そのためアメリカは The US とか The United States っていうことが多いです。こちらを覚えましょう。まとめると、日本とアメリカの時差の聞き方は What is the time difference between Japan and the US? と言います。もう一度練習してみましょう。 What is the time difference between Japan and the US? 今日はこちらを覚えてください。追伸です。こんな質問聞いちゃって恥ずかしくないかなとか、こんな簡単な質問で恥ずかしくないかなって思わないで、どんどん簡単な質問の方が多くの人が役に立つ情報になると思うんで聞いてみてください。私も可能な限り答えさせていただきたいと思ってます。それではまたメルマガでお会いしましょう。 See you!